あなたのお友達、マンタイクを簡単に解放したりして、とても優秀なのね。ま、あいつならこのくらい、別にどうってこともねえよ。ユーリって、フレンのこと本当によくわかってるよね。そりゃガキの頃から一緒だしな。今は一緒にいないじゃないのよ。ユーリ？あんた方、カドスの喉笛？ああ、そうだけど。今カドスは騎士団が封鎖してますよ。ここだけじゃない、山を越えるルート全部がね。封鎖？なんでそんなこと？事情は知りません。でも、ノードポリカは危険なんだとか。どうしましょう。
新月までにノードポリカへ行かなきゃならないのに。と言ってもね、免状を持っている私でも通してもらえなかったからな。お兄さん、ギルド・ド・マルシェの人？ああ。免状がどうかしたのか？ギルド・ド・マルシェは帝国から免状を発行されてて、国内を自由に行き来できるはずだけど。騎士団に止められてしまいました。仕方ないので私はマンタイクに戻ります。うちらもマンタイクに戻ってのんびり待つか？どうすかね。フレンが封鎖を支持しているのでしょうか？どうだろうな。どっちにしろここで足止め食うわけにはいかねえだろう。新月過ぎちゃったらどうしようもないものね。でも頼み込んで通してもらえる状況じゃなさそうだよ。ま、実際状況を見てから入り方を考えるとして、問題は中に入ってからね。中に入ってからってどういうことです？封鎖されてるってことは容易に外には出られないって状況よね。それは想定しておいた方がいいってこと。だったらマンタイクでちゃんと準備した方がいいんじゃない？大丈夫だろう。このまま行こうぜ。フレン隊です。封鎖っていうのはあれ？やっぱりフレン隊がやってたんだね。でもあの魔物は何？騎士団で飼いならしたってとこかね。なんかフレンに似合わねえ舞台になってんな。まったくフレンのやつ何やってやがんだ。これだけ大掛かりな作戦ならやっぱ神魔戦争の黒幕って話と関係あるのかもね。この件もどうしようか。ん？マジでか。やるやる。で何話してるんでしょう？おっさん、あんまり大きな声出すな。ごめんごめん。面白いじゃない。こういうのはどうよ。何事だ？やめろ、暴れるな。今よ、行きましょう。のよい、おっさんを置いてくなよ。なんだ貴様ら、待て。ヒューリ・ローウェル。ほんじゃ、頑張って。珍しく派手に動いたな、おっさん。なになに、パティちゃんの助言あってよ。人間ご褒美があると頑張れるって言うじゃない。何よ、ご褒美って。3つ約束お願いね、パティちゃん。うざ。3つなのじゃ。何よ、あれ。どうせしょうもない約束だろう。今それより先を急ぐぞ。町からの逃げ道を全部封鎖するなんて、やっぱり帝国の力はまだまだ大きいんだね。そりゃね、ギルドとは元々の力が違うから、いくらユニオンでもこうはいかないわな。まさに帝国ならではの力押しの作戦だよな。一体何が目的なんだか。カイドウの封鎖なんて胸くそ悪い手使いやがってよ。それもノードポリカに行けばわかるんじゃない？今は追っ手に捕まらないように急ぎましょう。ゲームか。
遊びじゃないぜ、ったく。いやいや、これぞパティちゃんのブレインと俺様のテクニックの融合ってね。一人より二人の力なのじゃ。しかし、こんな危険なとこまで封鎖してノードポリカを孤立状態にしようってんだから、連中、かなりマジケみたいね。まったく、魔物まで出してきちゃって。きっとろくでもないことしようとしてるのね。フレンがこんなことを指示するとは思えません。のう、フレンっていうのはどういうやつなのじゃ。ユーリの友達だよ。子供の頃からの長い付き合いなんだって。下までは指示が行き届かない。上からは理不尽な指令が来る。タイがでかくなって偉くなると、いろいろ手が回んなくなるんじゃないかね。ずいぶん物知りだな。さすがアルトスクの一員ってか。組織なんてもな、どこもそんなもんでしょう。問題はフレンのやつがどこまで本気かってことだ。何、ノードポリカに行けばいろいろ見えてくんでしょ。そうですね。でも警戒はしておいた方が良さそう。まさかノードポリカが武力制圧されてるってことはないと思うけれど。パレストラーレが黙っちゃいないもんね。悪いリーダー、エアルクレーネ調べる時間もあんまり取れねえぜ。ああ、でもしょうがないか。追っ手とか来ると面倒だし。そういうことだ。じゃあとっとと行くぞ。なんかユーリ積極的だね。なんだかんだ言ってお友達が心配なんでしょうよ。そんなにフレンってのとユーリは深い絆でつながっとるのかな。そうね、それはもう深いっつーか、なんつーか。何、それはやきもち。うん、ユーリを取られないよう作戦会議をしなくてはいかんのじゃ。で、さっき言ってた約束って何のことだ。約束、誰との、何の約束のことじゃ。カドスでおっさんと約束がどうとか言ってただろ。ん、忘れたのか。あ、いいよ、忘れとらんぞ。忘れてたな。やっぱり秘密なのか。ユーリには特別に教えてやる。そりゃありがたい子って。ここで頑張ったらジュディ姉のスリーサイズを聞いてやるって言ったんじゃ。お前、おっさんの使い方よく分かってんのな。分かりやすいのじゃ。何、どうしたのよ。さっさと先急ごうぜ。おっさん、もういい年なんだから抑えていこうぜ。ぜなのじゃ。な、何なのよ。
わよ。はい。大まだまだここから。リタバタするなよ。まだまだここから。調査は手短にな。分かってる。今は完全に収まってる。一時はあんなに溢れてたのに。あれでエアールを制御したってこと？なんで魔物にそんなことが？そのエアルクレーネはもう安全なんです？前みたいにいきなりエアールが噴出したら危ないよね。その心配はなさそう。じゃあなんだってあん時はいきなりエアルが噴出したんだ？問題はそこね。自然現象ではないんです？その可能性は低いわね。もしそうなら定期的に同じ現象が起こるはずよ。エアルが定期的に噴出するなら周囲に影響が出るはず。ケーブモックみたいに植物が異常に繁殖するとかね。見たとこそういう異常はないわな。だとすると何かがエアルクレーネに干渉してエアルを大量放出する。でも一体何が？エアルに干渉するなんて術式かブラスティアくらいしか。おってか、隊長に似てクソ真面目な騎士どもだぜ。リータ行くぞ。調査は終わったんだろ。もうちょっと考えさせて。考えをまとめるだけなら後でもできると思うけれど。なあもう。もし
エアル・クレーネに干渉したのが。調べて何か分かったのか。今はまだ何とも言えないわ。分かったこともあるけど、まだ確信が持てないから。んじゃ、確信が持てたら話してくれよ。そうね。ほら、行くぞ。多分、あんたにも関係してくるし。まだまだここから。
まだまだここから。まだまだ。力が湧いてきます。当然の結果で、また強くなって。なかなかの強敵だったけど、ま、あんなもんだろう。あんなもんじゃないよ。あんなでかい魔物を倒せたんだよ。落ち着けって、そんなにはしゃぐなよ。ユーリこそ、もっと喜ぼうよ。あれ、エステルどうしたの？座り込んで。二人とも、なんでそんな元気なんです？なんだ、腰でも抜けたか？私、大きな魔物を前にドキドキで、もう…戦ってる時はあんなに元気だったのにな。だって、戦ってる途中にこんな風になったら迷惑かけちゃいますから。しょうがねえな。ほら、手貸してやるから。ごめんなさい。さてっと、次はどんな奴が相手か。ま、何でも来いってところか。次はもうなしにしたいです。あれ、やだなユーリ、本当は戦う気力満々なんじゃない？
勝利の合図。あれ、はい、当然ここも抑えてるわな。パティ、なんか突破するいいアイディアないの？まあ、デイブンはさっきみたいにうまくできない？真面目な騎士にあんまり無体なことはしたくないな。あれ、真面目に見えないわよ。私は悲しいのである。なぜに流行るシュバーン隊の我らがフレン隊の手伝いなのだ。文句を言うな。悔しければ結果を出すんだ。来たぞ、捕らえろ。見つかった。ん、何事である？お前たち、そいつらを逃がすな。ん、お前はユーリ・ルーエル。よう、久しぶりだな。それに、エステリーゼ様。どうすんの？しゃーない。おい、おっさん、全員気をつけ。はっ。なんか知らんが、今のうちだ。うわぁ。何したの、リーブン。ね、いいからいいから。さあ、グズグズしてると追っ手に追いつかれるぜ。怖
このチャンスを逃す手はないのじゃ。だな、一気にノードポリカに向かうぞ。出てきやがって。油断大敵です。はよ。俺もぼやぼやしてらんねえな。勝利の合図、行きます。ほい。気を急ぐぞ。楽にしてやる。Thank you.
騎士の姿はちらほら見えるけど、この前の大会の騒動を考えれば普通の警備って感じ。魔物が逃げ出して大変でしたからね。逆に君が悪いぜ。あんな検問しんけたってのに。やっぱおっさんの言う通り、騎士だね。なんか企んでやがるな。でも今は目立たなければ街の中にいても平気そう。レディースに会えるのは真実の時。ちょうど今夜。じゃあ宿で一休みしてからレディースに会いに行きますか。ようやくドンの手紙を渡せるわ。バディ、そんなところに隠れて何してんの？あの子、前にこの街でいろいろあったでしょ。出ていらっしゃい。大丈夫？うちも、もう少しだけ一緒にいてもいいかな。構わない。ごめん。そうですね。この町を出るまでは一緒にいた方がいいですね。どうせここで別れても行った先でまた会うような気がするのじゃ。だったら一緒に行っても行かなくても同じことなのじゃ。よくわからない理屈なんだけど。きっとユーリたちはマリスステラがある方向に向かって進んでおるのじゃ。それもよくわかんない。つまり俺たちと一緒に来たいってことなんだな。一人で行くよりユーリたちと行った方がいろいろと得なのじゃ。来たいならついてこい。今さら道連れが一人増えたって困りゃしねえよ。じゃな。フレンのやつもうこの町に入ってる。もろもろとっとと片付けてフレンのやつを問い詰めるな。その時は私も連れてってください。
Thank you.
Thank you.